ペドロことペドロギリエルミ・アブレウドス・サントスは、ブラジルのサッカー選手、CR フラメンゴ所属。ポジションは FW。初期リオデジャネイロ生まれ。8歳で CR フラメンゴの下部組織に入団するのを14歳で、放出された。その後2年間を、ドゥケカ支援セーフ C で過ごし、フラメンゴのライバルである、フルミネンセーフ C の下部組織に入団。 フルミネンセ2016年3月10日のプリメーラリーがクリシューマ EC 戦でスターティングメンバーに名を連ねプロデビュー。6月26日にはリシャルリソンに代わって出場しカンピオナート・ブラジレイロセリエ A 初出場。この時の相手はフラメンゴであった。2017年1月24日のプリメーラリーがクリシューマ戦ではプロ初得点を記録。 カンピオナーとカリオカでも2得点を記録し準優勝に貢献した。9月21日にはコパスダメリカーナ2017のルジュキト戦で貴重なアウェーゴールを記録した。2018年にはカンピオナーとカリオカでレギュラーをつかみ13試合で7得点。3月25日にはタッサリオで開幕点を挙げて優勝に貢献した。 同年夏には FC ジロンダンボールドーから850万ユーロのオファー、CF モンテレーからは1500万ユーロのオファーを受けた、もののフルミネンセはこれを拒否した。フィオレンティーナ2019年9月2日に、フィオレンティーナに移籍することが発表された。フラメンゴ2020年1月23日、CR、フラメンゴにレンタル移籍することが発表された。 12月9日に完全移籍となった。2018年8月、チッチ監督からブラジル A 代表に招集されたものの、怪我のため自体、リシャルリソンが代わりに招集された。2020年11月13日、2022FIFA ワールドカップ南米予選のベネズエラ代表戦で代表初出場。ありがとうございます。